日本東京都中央区八丁堀八丁堀は東京都中央区の地名で旧京橋区にあたる京橋地域内である。現行行政地名は八丁堀一丁目から八丁堀四丁目。郵便番号は104-0032。一般商店や出版社などオフィス街としての色と住宅地としてマンションの寝室が目立った街並みを形成している。 複数の主要バイパス道路に面していることから、交通の便が良い土地柄である。京橋地域の東部に位置する。町名としての八丁堀が誕生するのは1931年のことで、区画整理により、それまでの本八丁堀一丁目から五丁目を分割した上で周囲の町が統合され、高城町、松山町、岡崎町、本八丁堀の一部から、 西八丁堀一丁目から四丁目、元島町、長沢町、幸井町、日比谷町、八丁堀中町、長島町、水谷町と本八丁堀の一部から八丁堀一丁目から四丁目が誕生した。その後1969年の区画整理で、西八丁堀と八丁堀が統合され、現在に至る。江戸時代初期には、多くの寺が建立され、寺町となっていた。 しかし、1635年、八丁堀にあった多くの寺は、浅草への移転を命じられた。その後、寺のあった場所に、町奉行配下の寄り木、同心の組屋敷が設置されるようになったという。時代劇で同心が、自分たちを、八丁堀と称したのはこれにちなむ。江戸時代、八丁堀にあった銭湯は、非常に混雑することで知られ。 混雑を避けて、無人の女湯に入る童心などの者たちもいた。八丁堀の名な不思議の一つ、女湯の刀掛けは史実である。江戸時代、この地に改作された堀の長さが約八丁あったため、八丁、堀と呼ばれ、その堀名に由来して町名が付けられた。後に、町が略字の帝となる。そもそもの八丁堀は、江戸の神田と日本橋との境界となっていた堀である。 龍、ひまばしから城郷に分かれて、東方暴露町に達し、それから、南の浜町堀となって隅田川に入る。銀町堀とも。江戸文学の下作においては、近近先生映画ムにおける泉や製造、万象亭下作乱章における、天示苦人などのおどけた人物の住所と定まって、いたが、東海道中膝栗下における矢印、北八も、また同所に住む。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。